今回は中村すみれさんの最新の棋譜を見ていきたいと思います。この対局は黒番が中国のプロの方で、白番が中村すみれさんですね。この局面が投了図で、黒が跳ねたところで白が投了となりました。今どういう状況になっているかというと、白がですね、右上の黒の大石の一段を取りに行ったんですけど、こちらに跳ねられてしまって、この黒石が取れないということで投了となりました。白としてはこの黒の跳ねに対してはこちらに跳ねてる一手なんですけど、こちらに黒に目を持たれてしまって、真ん中の一眼とこちらの一眼二眼できてしまうので、この黒石が生きるということで投了となりました。白としては眼形を潰しに行くならこういう手しかないんですけど、まあ、こういうふうに打ってもこちらに跳ねられてしまうと上辺の白石全部死んでしまうということで投了となりました。では絶ゲーの評価値なんかも見ながら初手から見ていきたいと思います。黒番が中国のプロの方で、白番が中村すみれさんですね。白2連星、黒も2連星ですね。そうですね、これ難解形なんですけど、白はここで感銘型を選びましたね。僕もこの形はこちらにカケツグのがいい手だと思ってるので、これで白が不満がないのかなと思ってます。で、黒この局面でこちらにつけた手がとてもいい手でしたね。このツケを見ただけでも相手が相当布石を研究してとても強い方だということがわかりますね。まあ、この局面普通は、まあ、こちらにかかる手を考える人の方が多いと思うんですけど、こちらにかかるの普通の手ではあるんですが、白にコスミつけられるのが嫌だったということですね。これだと白の打つ手がわかりやすくなりますので、これが不満と見てのツケでしたね。まあ、こちらにツケられると隅から押さえるのか外から押さえるのか相当迷う局面で、まあ、外から押さえる手もあったと思うんですけど、実戦は隅から打ちましたね。まあ、これ絶ゲーに聞いてみたいなと思います。絶ゲー隅から押さえると言ってますね。隅から押さえてこのような図を示してますね。なかなか人間には絶対こうならない図ですね。で、実戦隅から押さえて継ぎましたね。で、こちらに開いて、で、何か継続して打つ手もあったと思うんですけど、一旦保留しましたね。中村すみれさんの対局した棋譜は結構見てるんですけど、中村すみれさんは攻めるのが好きなんですけど、実利も好きなんですよね。先に地を稼ぐのも好きなので、一旦ここで攻めを保留して、大場に打ちましたね。で、黒がここで消えまして、こちらに白受けましたね。で、この交換が、僕は最初棋譜見たとき、黒が、利かしたのかなと思ったんですけど、この黒の桂馬と白の受けの交換が黒にとってプラスなので、この別れ黒が一本取ったかなと思ったんですけど、布石の別れは僕の感想としては、気合としてはこちらに両掛かりしたいところなんですよね。この黒の桂馬に対して受けるのは白としても尺なところなので、まあ、気合としてはこっちなんですけど、やはりこういうまあ、桂馬とか打たれるのが嫌だったということですね。これ一回自分が下で守らないといけないので、こういう中村すみれさん、こういう受ける手が嫌いなんですよね。攻めるのは好きなんですけど、こういう守る手は相当嫌いみたいで全然打たないので、こういう風に打たれるのが嫌だったということですね。難しいところですよね。これが僕にはちょっと聞かされに見えちゃったんですけど、中村すみれさんは受けておいて、
この右上の係に対しての援軍にもなってるし、後からですね、こういう手を狙ってるんですよね。一旦受けて、後からこういう狭間に打って、左辺の黒石に対しての反撃を見てる。ただ守っただけの手じゃない。次に狙いを秘めた、攻めを見た一手ということですね。なので、白も受けてて不満なしという判断だったのかなと思います。で、黒こちらに跳ねて。で、こちらに白を押さえたんですけど、この手は、まあ、打たなくてよかったかなと思います。黒こちらの当てと絶対に変わるので、まあ、この後もしかしたらですね、早碁だったのかもしれないですね。15秒3回とかの。なので、多分時間つなぎ的な意味合いが一番強いかなと思います。打つ必要の、持ち時間の長い碁だったら絶対に打つ必要ない手なので、このタイミングでは。まあ、コウ材1個損する手なので、まあ、おそらく、早碁、持ち時間15秒とかの早碁だったので、時間つなぎで打ったのかなと思います。この跳ねに、黒の跳ねに対しては、普通に受けとくところですので、白は受け方を迷っての時間つなぎだったかなと思います。こういうふうに受けるか、並ぶか、もしくは、まあ、コスむとか、まあ、コスむはさすがに、この黒石2子に対して響いてないので、まあ、一番響いてる手で打ちたいところではあるんですけど、受け方いろいろあるということでの時間つなぎかなと思います。で、こちらに並んで。で、黒伸びて、戦いですね、これは。で、こちらに伸びといて。まあ、白伸びても、この黒石が厚みを消してるということですね。なので、どんどん押していっても不満ないという判断ですね。で、黒、こちらに大ゲイマにして、白石を攻めるということですね。で、ここで、こちらにつけたんですけど、さすがにこれがちょっと打ちすぎで、まあ、ネット語ということで、多分いろいろな手を試してるというか、打ちたいように打ってると思うんですけど、多分ネット語は、まあ、最悪ね、プロは公式戦で勝てばいいので、ネット語は別に好きな手打てばいいと思うんですけど、絶ゲーはですね、二間飛び推奨してますね。いや、この二間飛びなかなか気がつきにくい手ですけど、二間飛びに打って、これは人間にはなかなか見えない手ですね。ここまで先手で打って切りが残ったので、手を抜いて右上に打つと言ってますね。両掛かり大きいところなんでね。こういう別れを示してますね。白のさばきがないんですよね。うまい形がなくて。ちょっと、例えばこういう手もなかなか打ちにくいし、ということで。右辺の方が、これ、黒地になってきそうなんですよね。なんか動い、まともに動いてしまうと。なので、飛躍した手を打ったんですけど、こちらに当然ながら黒が跳ねてく手がいい手で、で、この子は結局黒の方が全体通して棋譜見た感じめちゃくちゃ強かったですね。なんかほとんど悪い手見当たらなくて、もうこの時点で、そうですね、この黒がこちらに跳ねて、白跳ねた時にもう一回跳ねて。で、この形になった時点で、この白5子が取られてしまったんですよね。この形になって。これ取られてしまうと、さすがに黒地が、黒の実利が大きくって、で、白地もほとんどないので、ここではっきり白の優勢がはっきりしたかなと思います。もう絶ゲーの評価値も97%になったので、ここで黒がはっきり優勢になりましたね。で、白が得たものは隅の、この
少しだけの実利なので、で、対して黒が得たのは、この黒字だけでも相当黒が儲かってますし、なおかつ、この2子を切ってて、で、この3子弱くなってるので、黒が大幅に得した形ですね。で、なおかつこの3子とかが逃げ出すと、自動的に右辺が黒字になるので、もうこれは黒が勝勢ですね。そうですね。まあでもここ白さばき筋がないんですよね。うまいさばき筋がなんかどうってもあんまり良くなさそうな局面で、まあ、例えばこの局面でこれは白5子を捨てる選択をしたんですけど、ここでももう白さばきの筋ないんですよね。どうってもうまいさばきないというところで、まあ、切る手しかないんですけど、切ったとしても多分白は不満な分かれになりますね。切ったとしても黒に引かれてしまって、この後うまいさばき筋がないんですよね。例えばこういう手がね、よくさばきの筋で出てくるんですけど、これ当てたとしてもなんかもううまい手ないんですよね。こういう手打っても、まあ、自動的にこの右辺がもう黒字になっちゃうので、仮にねこういう4子とか取れたとしても捨てられちゃうんで、覗きのような手効かないので、これ手はもう勝手に右辺が黒字になってしまうので、全然ダメということで。で、絶芸が示してるのは、下がりなんですけど、もう下がりという手は、もう中に石がいっちゃってるんですよね。収まらせてくださいという手なので、これだけでも黒が大幅に、この部分的な分かれで得してるので、切っていったとしても下がるような手しかないようでは、なんか当てて技を飛ばしていく手がないようでは、もうこれはダメですね、白が。で、抱えに抜かれてしまって、これはやっぱり先手取れても白が相当辛い分かれなのかなと思います。まあ、というわけでこの碁はポイントとしては、やはり黒の方の着手がもう全体的に、まあ悪手なかったんじゃないですかね。まあ相手の方が強かったかなと思います。相当。このポイントとしてはここですね。白がかかってきた局面で、この右上を受けないで、この黒の桂馬を先手で利かせたのが、布石としてだいぶ黒としてはポイント高かったかなと思いました。まあ、白としてもここでなんか継続して打つことはできたんですけど、まあそれで後手引いてしまうと、やはり黒に地で走られてしまいますし、まあここは確かに手を抜きたいポイントではあったんですよね。なので僕としてはやはりこの二間が若干ぬるかったのではないかなというのが個人的な感想なので、ちょっと絶芸に聞いてみたいと思うんですけど、そうですね、絶芸も一応両掛かりを推奨してはいるんですが、ただ二間受けたのも一応狭間狙ってるんですよね、受けたことによって。なので別に受ける手が悪い手というわけではないんですけど、なんか利かされたなという感じは受けたので、で黒の桂馬に対してはやはり、まあこれやはりちょっと辛いんですかね、この下から2線に受ける手というのか。まあこれで別に互角の戦いではあるんですが、黒が左上の桂馬でポイントを取って優勢になったかなと思いました。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。